ないですか。あれだ。ああ。ということで2回目のトライ。この間ね、佐野さんだけ釣ってたんですよ。また来てたの？なんだよそれ。もう。俺の方はね、あれすっぽ抜けしてたんですね。結局針がね、こう垂れてしまって、イワシがこうついてるんで、イワシだけ加えられてこのまますっぽ抜けしたっていう、そういう感じで、只野さんはねこう一回転させてつけたらしいんですよ。後から聞いたんですけどね。だから今日はちょっとね工夫して、この輪ゴム見えてるかな、輪ゴムを巻いてここつけて、できればここ2回転ぐらいさせて、こんな感じでつけてやりたいと思います。まずは今日も水温から あんまり変わってないと思うけどね、やっぱり19度だね。19度、若干高め、 0.5 度高め。まあ、テトラキは、今日はね、もう釣り開始と同時にね、水中撮影の方をしてみようと思います。さあこの辺からだな。今日は老眼鏡の方にグラスモニターつけてきました。よいしょ。それでは泥入れます。さあどこ行った？ああいたな。見える見える。ああいい感じだ、いい感じ。フックも外れてないね。いい場所だけどな。せいね。海底スレスレでやるか。ピラメとかいそうなんだけどな。あごちいねえかな。食ってくんねえかな。お、なんだなんだ。お、なんだ。カレーじゃねえか。マコガレーだね。マコだね。結構太ってるな。でも砂かぶってるわけじゃねえんだね。カレーはいたけど、マゴチは見えないね。もっと藻場に近寄ってみましょう。当たりない。ゾンビング、ワーム、ゾンビング、なし。水はきれいなんだけどね、一人とも来ない。全然ダメ。こないだよっぽど良かったんだな、状況な。今下げだからね、今下げの再刊まであと10時50分が再刊。これ上げ待つしかねえか。でもそんなことは言ってらんないよね。時間がない、うん、お昼には帰る。
った入った、カチッと入りました。これが正解。し、取るぞ。うわ、濁ってるわ、ここ叔母の近く。お、なんだなんだ、あ、なんかの群れだな。こりゃ期待できっかもな。頼む、食ってくれ。フグだな。フグに追尾されてるな。あ、食われてる食われてる食われてる。やばいやばい、まだ食ってるわ。モバは怖いんだよね、ローターに巻き込むからね。やばいな。まだ食いついてやがる。ダメやな。よし、とりあえずいいや、わしと。いや、内臓ボロボロ、フグにかじられて、まさにゾンビイワシだね、これ。何したの？ゾンビング。ワーム。アイラビから。結構いいんじゃないの？アイラメ。よかったねー。まあまあじゃん。やっぱりアイラメ、ここはアイラメだろうな。わあ、これ鬼神や攻めになったらやっぱり、ワームには負けるな、間違いなく。40ある、メガ。まあお持ち帰りだ。一応入れとこう、もしかすると食うかもしんねえからな。もう一匹頼むよ、俺の分。お、来た来たぞ。なんだこいつ、アイナメガヤ。おお、入ってく入ってく。おお、ちょっと待てよ、なんでこういう時、こういう時。よし、アイラメだと思うんだけどさ、違う、コッツだコッツ。こんなとこにいた。お、ちょっと待て、ガンガン持ってかれてる、これガンガン持ってかれてる。ちょっとさ、手がさ限界に来てっからさ、ちょっと待て、これまずいわ。テニス肘だからさ、何、じゃあ岩場に連れてたってことが、岩場でね、ここも来たと。砂なの、うん、ここね、アイナメもね、こっちもヒラメも、ここ本命だったんだ、すっかり。ほら、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ポープロで取っから。よいしょ、こっち来い、こっち来い。
だね。鳥だね。やべえ。やばいやばい。ゾンビング第1号、俺のゾンビング第1号だ。こっち来て大正解だったな、これ。カメラ入れる弁で。太いね。太いね。なんだよ、もう。よっ。よいしょ。よし。まるまる。まあ、60はないな、でもな。ないないない。よし、じゃあこの辺にカメラ入れてみましょう。多分いるね。ちょっと場所移動したら2匹アイナメとマゴチ。今何歩だろうな。でもな、海底から30センチ上げてないような感じするんだけどな。一発で乗ったかったな。でもな、カチッと入った。よっしゃ、行きますか。来た。こっち。ヒラメ。なんだよ、ここにヒラメいるんだ。さもうガーデンやる気できた。そのヒラメ離してこっちに食わせて。あ、バラシ。今の何？ゾンビヘッド。へえ。いいねいいね、いいよ。ここも濁ってるね、随分。ここ咲いた。なんじゃこりゃ。エイだな、エイ。本命は全く映りません。もうやめよう。この輪ゴムいいね。二重くぐりでね、完璧についてるね。完璧。いやー、アラメ欲しいな。お、お、来たぞー。持っていくとき一発だろ。あー、バレた、バレたか。あー、大丈夫だ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 。浮いただけだ。ヒラメかこいつ。なんだなんだ、ヒラメだな多分。おー、なんだこれ、なんだこれ、なんだ、またこっちかよこれ。おい、テニス肘で痛えっつうのに。あ、イナメじゃねえだろ。今ちょっと見えたけどヒラメっぽいんだよな。ヒラメだったらいいね。ヒラメだったらいいよ。リーダー入った。リーダー長く取りすぎたか。あら、まだこっちだ。またこっちや。あ、これでけえわ。これは60あるわ。これは60あるわ。
これは60あるで。よっ。よいしょ。いやーすげえぷっくり太ってるわこれ。リリースしちゃおうかな。あの人のことだ、持って帰るって言うだろうな。ガッチリ刺さってるわ。よいしょ、ということで本日2本目、これは60ですね、ほとんどね。よし、はい、どうもどうも、ウーバーイーツです。60運んできました。あると思うな、多分。ほら、顔で雲だって間違いないでしょ。ただのさん、お持ち帰り。本日のメインテーマ、フックセットは輪ゴムで留めろは大正解でした。輪ゴム大正解。